はい、それでは R コマンドを使って Excel のデータセットを読み込んでみましょう。 Excel のデータセットは今日はこのバックペインというデータセットを使っていきます。これはランダム化の臨床研究で、例えばこの1が新薬、0が既存薬と考えてください。これで、ランダマイゼーションの前の腰痛のスコアをここにプレという変数で示しています。でランダマイゼーション、あと、投薬後の腰痛スコアというのを、このポストという変数で表しています。でこれを、R に読み込んで、今日 R コマンダを使って簡単な解析を始めていきたいと思います。はい。じゃあとりあえずこれは、閉じてください。で、R をまず開けます。はい、皆さんも R コマンダーはインストールされていますか？されていない場合は、このパッケージ、パッケージのインストールのところから、はい、じゃあこれ今、じゃ日本の、東京を選んで、はい、R コマンダーをロードしていきます。でもこれすでにロードされて、これ1回だけやれば、もうあとはやらなくてもいいので、前のビデオでもここまで終わっているという方は、ここを飛ばしてください。入りました。で、この段階ではまだ使用できませんので、ライブラリーといって、R コマンダー、R は大文字、CMDR は小文字で入れてください。はい。で、これで R コマンダーが来ました。で、もちろんこれ R コマンダーを使わなくても R にデータセットを読み込むことは可能なんですけれども、そうするとこれLINE でプログラムを入力していかなければいけませんので、ポイント&クリックで簡単に解析ができる R コマンダーの方を今日使っていきたいと思います。データセットを読み込むときは、ここのデータで、データというところに行って、データのインポートというのを選びます。で、データのインポートのところで、いろいろなファイルを指定できますので、今日は Excel ファイルからということで、ここを選択していきます。はい。で、ここで、ちょっとわかりづらいんですけれども、まず、ディレクトリをここで、先ほどのディレクトリにリンクさせたいんですけれども、いきなりディレクトリは出てきません。ですから、とりあえずデータセットに名前を付けてやります。で、これバックペインという名前なので、先ほどの Excel のファイルと違う名前でも構いませんので、何か名前を付けてくださいね。じゃあバックペイン、として入れます。で、ここで、OK をクリックすると、先ほど、入れたディレクトリを選べるようになりますので、ここで私はドキュメントのところに行きます。そうすると R というディレクトリ作ってますから、でここで全てのファイルを選択ということにすると、先ほどのバックペインというのが選べます。で、これバックペインを開くということで、はい。これで、はい。まだ入ってません。これ入れるためには Excel でシートが何枚かありますので、どのシートにデータが入っているかっていうのを選択しなければいけません。で、これ、まあ通常は一番最初のシートに入っていますので、シート1っていうのを選んで OK としてやります。はい。で、これで、入りました。で、入ったことを示す、ここバックペインというね、表示に変わっています。で、これデータの中身が見たいという場合は、データセット表示というのをクリックすれば、ここデータセット出てきますので、これで無事データが読み込まれたということがわかりますか。で、データセットを編集する場合は、ここをクリックすると、この中のデータを、例えばこの85を86に変えたりとか、いじりたくないです。元に戻しますけれども、データの編集ができます。で、変数名を変えたい場合は、ここで変数の上をクリックすると、今これグループっていうのが選びましたね。で、名前を例えばグループからトリートに変えたいということは、時はもうこのままで、クロス閉じてください。そうすると、ここのグループという変数名がトリートに変わりました。で、ここで、閉じて、はい。あるコマンダーで簡単な解析をしていきたいと思います。はい、それでは簡単な統計量を計算していきたいと思います。この統計量のところをクリックして、ようやくというところに行って、
例えば数値による要約というのを選びます。でそうすると、ここに入っている4つの変数の平均標準偏差白身範囲、誘導ですかね、出してくれます。でここ白身範囲じゃなくて、例えば分位点を変えて、35% の 33% が知りたいということであれば、3つに等分したところも出てきます。で今は、なしということで、四分位範囲を出していきます。でここで、要約したい、変数を、はい、クリックして OK とします。でそうすると、ここにアウトプット表示されますので、はい、ポストのペインスコアは平均が 50.35、標準偏差が 19.94、インタークォーテイレンジ 21.50 と。で、サンプル数20。ランダマイゼーション前の変数コアについても同様に出ています。で、トリートメントに関しては、これ10でしたので、ちょうど半々ということで平均が 0.5。これは、スタンダードディビエーションは意味がありませんので、もう無視をしてください。それでは簡単なプロットを書いてみたいと思います。サンプル数。じゃあ、ランダマイゼーション前の、スコア、ペインのスコアですね、腰痛スコアと、トリートメントの後の腰痛スコアの関係を見るために、サンプル図を書いていきます。で、これも X の変数、X 軸が、プレイ、Y 軸がポストということで、選択して、で、OK をすると、このようにサンプル図を書いてくれます。でここで、この赤の、赤はこれは非線形なラインですね。で、この赤の線を除きたいという場合は、でここの、はい、平滑線というのを取ってやります。で、OK すると、はい、これ通常見られる散布図です。で、ここの、ボックスプロットもいらないという場合は、ここまた戻って、はい、ここの、周辺箱秘訣を外してやれば大丈夫です。外してやればいいと。で、X 軸のラベル、これは、例えば、ベースラインの腰痛スコア。これ日本語が入らないようですね。で、OK。そうすると、ここで、X 軸と Y 軸が変わりました。はい。で、この表は、メタファイルにコピーとして、で、これパワーポイントに持っていくと、パワーポイント上で、簡単に、貼ることもできます。はい。で、これエディットしたいという方は、エディットピクチャーというのを選んでやれば、はい。で、これで、グループで、アングループと、ができれば、各それぞれ別のオブジェクトで、ばらせますので、これで、ちょっといけないですよね。これも、はい、例えばこの線がいらないとか、この線がいらないとか、エディットすることは可能です。はい。それでは、トライしてみてください。